じゃあ聞くけど、ラーメンとカップラーメンはどっちが美味しいの？普通のラーメン屋のラーメン。バカだね。回転寿司より、うん、普通の回らない寿司の方が美味しいって聞いたんですけど、うん、それは本当ですか？その質問は相当頭が悪い。いや、そんだって頭悪いだろ。だってさ、あのそれはじゃあ聞くけど、ラーメンとカップラーメンはどっちが美味しいの？普通のラーメン屋のラーメン。バカだね。あれ同じ食べ物に感じるか、あれ。それはビスケットとせんべいどっちが美味しいって言ってんの一緒だよ、それは。それは美味しいビスケットもあれば美味しいせんべいもあるのよ。そうですね。だからラーメン屋さん、美味しいラーメン屋さんもあれば美味しいカップラーメンもある。あんなのははっきり言ってスナック菓子、お湯でふやかしたスナック菓子とラーメン屋さんのラーメンどっちが美味しいって言ってと同じようなもんだと思うね。だからそれは比べらんないよ。それを無理に比べると言ったらもうその個人の趣味しかない、好みしかないよね。だから正しくはめちゃくちゃ美味しいカップラーメンもあるけどめちゃくちゃ美味しいラーメン屋もあるというのが正しい。だからもう食べ物が違うもん。それはだってね、あのアリがもし100キロあったらクマとどっちが強いですかって言ってると一緒だよ、それ。まあ単純に考えたら100キロのアリがいて機動力が今のアリのまんま 100キロになったらめちゃくちゃ強いと思うけど、多分100キロになった時点で呼吸もできないと思うのはそんな感じになっちゃうと思うから、そうなったらば うまくクマに致命傷を与えることがあの大顎でできれば勝てるかもしれないけど、そうでない限りまず生きていることが難しいもんね。うん、要するにそういうことなのよ。うん、だから回転寿司と普通の寿司職人が握った寿司を比べるというのはカップラーメンとラーメンを比べているようなもんだもん。そんなどっちが美味しいとかどっちがまずいとかそういう次元じゃないもん。うん、だからそれは俺ね、回転寿司好きなのね。はい。うん、で本当にうまい寿司が食いたいなと思ったらば寿司屋に行くよ、やっぱり。うん、でも回転寿司の楽しさってそういうとこじゃないんだよね。もっと気楽にさ、今だったら変なタッチパネルかなんかをピッピッピッってやるとなんかジャラジャラって流れてきたりするわけだよね。うん、ああいうアホらしいところがまた楽しかったりするわけで、で要するに本物の寿司屋とさ、そこのさ、ね、あの大将とさ話さなきゃいけなかったりするわけでね。うん、でも回転寿司ってそういうのがないんだよね。ないですね。うん、だそういうところが回転寿司のいいところで、家族で手軽に週に3回食べに行ける、週に5回食べに行けるっていうのが回転寿司の美味しさ。あ、うん、で普通の寿司屋っていうのはやっぱり多くたって週に1回、普通だったらまあ月に1回とかじゃねえか、あれ。そうですね。うん、だから違うよ、楽しみ方が違うんだもん。うん、だってさ、前だってダミアンだってさ前言ってたじゃん、自分でこの世で一番美味しいものはケンタッキーのチキンだろ。だえ、言ってたじゃんか、自分で。いや、だって今でも週 2,3 回食っちゃうんですか。そうだろ、だからそれが美味しい。だから、だからそれでいいのよ。だからそれとさ、もう例えば話だよ、それとさ、まあ、どこでもいいよ、どこかのよ、某ステーキハウスの、ね、牛肉ステーキとどっちが美味しいって言ったら美味しさの質が違うから比べづらいのよね。はい、うん、だからそれは価値のある味はどっちと、金銭的に価値のある味はどっちって言ったらば寿司店の寿司の方が全然それは価値あるよ。うん、だってあれ芸術だもん。だけども回転寿司のあれば芸術っていうかな、俺のイメージだよ、俺のイメージは印刷物に近いよな。でもさ、印刷されたこの川鍋京さんの絵、あれだって十分見応えある、いっぱいわーっと見える、この場で
この写真集で画集買ってきてこう見て楽しい。それとさ、実際にさ、あの美術館に行って数点、わあすげえなーって見るのは違うよ。どっちがいいって言ったらさ、それは本物がさ1000枚ここに並んでうわーって見たらそれはすごいけどさ、画集でそういうわけいかないから、画集でこういうふうにさ何百点っていうね、強さの横、うわーすげえなこれって言ってみるの楽しいもん。それどっちがいいって言ったら、どっちが優れてるって言ったらそんなの言えないよね。それと一緒だよ。うん、これ食べるのも食も芸術だからね。たまにね、食が芸術っていうのは意味が分かんない人がいる。だって芸術って何かっていうとさ、五感に訴えるものが芸術だでしょ。だってはい、うん、それが視覚だったりさ、聴覚だったり、まあ要するに視覚っていうのはさ絵であったり、要するに絵画であったりさ、それでさ聴覚って言ったら音楽だよね、音楽であったりさ、で嗅覚って言ったらさ香だったりさ、香って分かんないですね、これは嗅ぐでしょ、香、香だったりさ、それと同じように五感の一つとして味覚を使った芸術っていうのは食だからさ、だから必ずしも美味しいわけじゃないんでね、うん、おっとこの味はって思うような、そういう刺激をどう解釈するかによって美的感覚が変わる芸術なんだよ。うん、だから必ずしも美味しくなきゃいけないわけじゃない。これは一体と思わせればそれもまた芸術の一つだし、この味を出すのは苦労したでしょっていうのも芸術だし、いろんな芸術があるわけでね、それを楽しめるか楽しめないかだよ。うん、だから回転寿司はそういう芸術じゃなくてさ、おっってもうバンスかバンスか食べる、画集をこうにブラッブラッって見ていくよ、そういう楽しさだし。で寿司職人が握った寿司っていうのはもう実にこの美術館の絵を見ているようなね、そういうのだよ。でその中間的な寿司屋さんっていうのもあるしね。うん、まあ中間的なんだとさ、やっぱりさこっちの方の食ってる方の感覚しても程よい感覚っていうか刺激だよね。うん、なんかないの？いや、ケンタッキーの話になっちゃうんですけど、うん、ケンタッキー、まあ週 1,2 回だったのが、うん、うちの目の前に店ができてしまってですね、うん、え、何？ケンタッキーができたの？できちゃったんですよ。うん、いいじゃん。確実に週3回ぐらいになっちゃってですね。うん、お前さ、あれだよ、お前クロウロンちゃん飲んだってダメだよ、それクロウロンちゃん飲んで、なんだっけコレステロールがなんとかとか、そんなお茶飲んだりしなかったね。俺カルドスコヤガッチャの方、あ、カルドスコヤガッチャか、なんかそんなの飲んだってダメだよ。ケンタッキー週に3回になったらダメだよ。それ、そのお茶やめて、お茶と健康両方やめた方がまだ健康になると思う。それはっきり言って、まあだと思います。うん、だけどね、やめないでいいと思うよ。え、うん、おいしいものを食べるっていうのは幸せなことだからさ、うん、それを食べることによって幸せホルモンが脳内にいっぱいね分泌されてるよ。あ、うん、でも体そこかちゃ飲んだって幸せホルモン出てねえと思うぞ俺。なんか言い訳をしてるような感じだと思いますけどね、うん、俺の中で。何が？いや、あ、家の前できたっていうのが、いや、そのケンタッキーを、ま、もう人より食う、うん、回数食うことの罪悪感に対する言い訳がそのお茶を飲んでっていう。ああなるほどね、なるほど、それで安心できるってことだ。そうですね、あ、実際どんどん太ってきちゃいますけど、うん、なるほど、うん、それお茶ない方が健康になりそうだな。だってなければ週に2回に減るかもしれないじゃん。 あのお茶がないかやばいと思ったら週に2回になるかもしれない。そうですね、あ